四方遠藤、渡るが日本代表時に組むベストな中盤は森高か鎌田かマクアリスタみたいなタイプがいないけん。日本にもマクアリみたいなのおらんかな。森田じゃダメだ。もっと攻撃センスある中盤と組ませろ。鎌田は厳しいと思うが、マクアリと何が違うんだろ。ボールテクニック以前のポジショニングと前に行くメンタルかな。鎌田は今どん底だろ。ミス多いしいいところ全然なかった。てかチーム全体がひどいから鎌田だけの責任じゃないと思うが。遠藤不在のアーセナル戦は中盤支配できず完敗してたし、遠藤去なかったらシティに負けてただろうね。森田や鎌田以上の選手なんて日本にはいないんだからそいつらで我慢するしかないだろう。森田と田中、青、一人じゃ無理でも二人なら足りないとこを今あえて超えられる。日本にいる選手でできることやるしかないでしょ。できないもんは要求してもできない。遠藤を生かそうとしたら周りのサポートもいるからな。戦術内森安ならマクアリスター本物追っても無理や。マクアリスターじゃなくてベリンガムになるけど田中、青がいい。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメント、よろしくお願いします。